洗車場エプロン工の巻。たった今、起こった出来事を話すぜ。GoPro からマイクロ SD を取り出したんだぜ。手を滑らせて落としたんだぜ。拾おうとしたらゲーミングチェアのキャスターで踏んだんだぜ。それで、マイクロ SD 死亡確認。あらら、天ぷらにな、お作りにな、ところてん、アイスクリーム。それから、またドロップ舐めたい。やめー、それはトラウマ。仕方ないからある素材でやっつけるぜ。はじめに散水ね。今日も暑いからね。モチベが下がるが頑張るぜ。気を取り直していきましょう。配合は21、15、20BB スランプはとにかくやわっしたのね。せっかくの白いやつの活躍の場が、まだまだ使う機会あるわよ。明日から頑張るぜ。とりあえず施設の構造物から高さを決めていくぜ。今回も X 線の背負い式バイブレーターね。これの充電池は廃校機なんだぜ。日立ね。40V って高出力よね。他にマツダの電池使ってる新機種が出てたな。背負い式は結構便利なので重宝してるね。電源コードの煩わしさがないからな。連続使用で4時間いけるから半日は余裕ね。バカにしないぜ。使う分は日本製と比べても遜色ないからね。むしろ積極的に使いたい。トロウェルをリースで借りたら3日保証で結構リース代がかかるし、円盤も便利だよね。雨出し専用だな。左官のおっちゃんは元独難で様になっている。マッハに乗ってたとかね。お前らは俺には勝てない。なぜならお前らの拳には愛がない。ぶっこんでいくんで、よろしく。鬼浜やん。今日も編集作業でうちに行けないんだぜ。昨日の次回予告の編集は30秒の動画に3時間かかったぜ。どうせホールに行っても楽しくないでしょ。マジハロの 6.2 号機には期待してるぜ。昼ご飯食べないでやっているぜ。時間との勝負だからね。うっかりしてたが、この他ともサダムのマジックタンパーも使っていたんだぜ。アルミスクリートにバイブレータ機能ついてるやつね。中身は X 線。